広島県東広島市。市街地から少し離れた場所に立つこちらの建物は広島中央エコパークです。東広島市、竹原市、大崎上島町で構成される広域ごみ処理施設です。この施設の一部を運営する日鉄環境エネルギーソリューションで働く元海上自衛官の真砂慎さん。今回は真砂さんに再就職後の職場についてお話を伺いました。日鉄環境エネルギーソリューション広島中央事業所の創業副班長を担当しております真砂慎です。私は呉基地に在籍する護衛艦の乗組員として勤務していました。当社では廃棄物処理プラントの創業班の副班長として受け入れた廃棄物の処理状況監視や安定操業のための機器の調整などに従事しています。勤務形態については基本的に交代制のため自衛隊の当直制と変わらずすんなりと業務に溶け込むことができました。廃棄物処理という世の中になくてはならない社会貢献性の高い仕事をしていることにやりがいや誇りを感じています。また当社では毎年自衛隊から数名が入社していますが、一度は志を同じくした者同士が仲間として身近にいるのは励みになります。やはり集団生活の中で培った協調性は役に立っています。チームで仕事をするので自分の意見を言いつつも相手の気持ちを汲んでいくことが良いチームワークだと思います。これは自衛隊でも当社でも変わりがないと思っています。自衛隊という大きな組織から一般の企業に職を変えるということは大変な不安やストレスを感じるものだと思います。当社では自衛隊出身者も多く、持ち前の勤勉さで昇格していく人も多いです。海上自衛隊で培った経験は今の仕事でも大いに役立っています。様々な業種において活躍の場が広がればと思います。